iPS 細胞を使った世界初の治療をしたと主張していた森口久志氏は13日、ニューヨーク市内で記者会見を開き、これまでの主張の大部分が嘘だったことを認めました。森口氏は当初、iPS 細胞を使った世界初の治療を6人に行ったと主張していましたが、記者会見では、治療はやったが1例だけだった、オーバーに行ってしまった、結局は嘘をついたことになるなどと述べて、内容の大部分が嘘だったことを認めました。しかし、1例は実施したという主張は変えませんでした。受け取ってたわけですね。また治療を行った時期についても去年6月の前半にアメリカのマサチューセッツ総合病院で行ったと訂正しました。さらに病院の倫理委員会への申請は別の人の名前で行ったとも述べました。森口氏は当初記者団に笑みを見せる余裕もありましたが、治療をしたのかどうかなど話が核心に触れると視線を泳がせる場面もありました。